旅馆的房间，此处为位于旅馆二楼的个人房，人车位在此处并无玩家角色的外卖，可以床上休息度过时间，进行亲密绘画。出现此图示的地方就是可进行亲密绘画的地点，不同于一般招呼后可以跟对方进行更亲近的交谈。对方会自然的跟你说话，你可以针对话题给予肯定或否定的回应，配合对方当时的心情给予回应，对方就会感到高兴，而变得跟你更加亲密。感受的变化。那进行亲密绘画时，还可以进行更深入的互动，推动主要感靠近对方，就能做出一些积极拉近距离的动作。若做出不合时宜的行为，让对方亲近的话，对你根据与对方之间的关系，有时因此变得更为亲近。使得对方的心境出现具体的变化，根据当下的心境，也许能再做出更亲密的行为。当亲密度变得很高的状态下，就可以在人前牵手或进行公主抱。在这样的状态下，一起前往旅馆房间，就能进行更亲密的互动。若在床上谈话时的心境是最亲密的状态，就可以在陪睡状态下进行绘画。关系要是不够亲近，就难以有这样亲密的行为。不过，只要提升亲密阶级，就能加深彼此的关系。嗯哼，嗯哼 ，OK， no problem。多个变更游戏角色。可以改，这么爽，想改就改，想换就换。而且买了这种锁码，嘿嘿，买了这种有的没的，我是不是应该先干脆买这一套来加强自己整体能力啊？反正也没多少钱，那这个他妈买了又不给我，让那个角色穿这种几百，到底在买什么意思的？狠呐！那我不如买这个。またのご来店。女仆装跟学校泳衣了，那结果不能穿，我不知道要怎么样让那个哦，穿东西。喂，プレミア。あれ、聞こえなかったか。よ、プレミア。こんにちは。そういえば、プレミアとは私の名前でした。ああ、呼ばれ慣れてないから反応しなかったのか。何しているんだ。散歩か？特に何も、ただ歩いていました。なんだ、やっぱり散歩じゃないか。ただ歩くことをそういうのですか。いや、目的を持った散歩もあるけどさ。やっほー、そこのお二人さん。ん？こんにちは。よ、リズニー、シリカにリーファー。プレミアとデートの途中だった。もしかして邪魔しちゃったかしら。あのな、ちょうど今見かけたから声をかけたところだったんだ。特に当てもなくブラブラしていたらしい。ねえ、プレミアちゃんの噂って聞いた？噂？プレイヤーたちの間で無駄なクエストを受けさせる使えない NPC だって言われているらしいの。ほら、この子のクエストってフィールドに出向いて護衛をした挙句にたったの1コールでしょ。まあ俺も割に合わないなとは思ったよ。そんな話が出回ってプレミアを連れ出す人はごくわずか。隠し要素でもあるんじゃないかと考えている人ぐらいしかクエストをやっていないんだって。ですけど、そんな人たちですら徐々に減り始めているらしくて、プレミアちゃん誰にもクエストを受けてもらえないまま街の中を歩き回っているんです。
クエストを受けてもらえないクエスト NPC。 じゃあ俺と会うまでも一人で街を歩き回っていたのか。そうだ、これからみんなでクエストをやってあげない？あ、それいいですね。キリトさん、どうですか？ああ、俺は構わないよ。ほんと、みんなプレミアのことを放っておけないんだから。ま、そういう私もなんだけどね。というわけで、君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。ジェイ！シリカ、そっちはお願いね。任せてください。やー、こっちもこれで終わりよ。よし、全部片付けたかな。干，想骗，一定全部都是我砍，失败。プレミア、怪我はないか？大丈夫です。これを。ほら、お礼よ。ああ、あり、うん。よし、それじゃあ町に戻ろうか。みんな、お疲れ様。うん、お疲れ。プレミアちゃん、いつでも手伝ってあげるからね。そうそう、遠慮なく頼って。ありがとうございます。あ、お礼されたわね、プレミアちゃん。ほう、はあ、どういたしまして、プレミア。リーファー、こんなところで寝るなよ。お前の寝つきの良さは全国大会レベルなんだから。そんな大会ないよ。そろそろいい時間ね。この辺りでお開きにするですね。私も向こうじゃ制服のままですし、着替えないと。この呼び出しは。ん？どうかした？ああ、みんなも知ってる人から連絡が来たんだ。知ってる人？外部スピーカーモードにするから待ってくれ。プリビエイ、キリト君。いや、セブン。うまくつながったわね。音質も問題なさそう。セブン？あら、その声はリズちゃん？他にシリカとリーファも一緒だよ。ヤッホー、みんな元気？うん、元気だよ。プリビエイだ、セブンちゃん。いい発音よ。ところで、この音声チャットは何なの？こんな機能このゲームについてたっけ？いや、これはセブンが開発した外との通信が可能になるアプリだよ。開発初期段階だから制約は多いんだけどね。緊急時なんかに VR の中と外とで連絡が取れるようにって開発しているの。 SAO の時は現実とのやり取りなんてできなかったからな。そんな機能があの時使えていたら、事態はいろいろ変わっていたでしょうね。うん、 VR をより安全に楽しめるように頑張って開発を進めていかないとね。ああ、そうだ、キナやユウちゃんたちをこのゲームに招待してくれてありがとう、セブンちゃん。まさかあんな早くユイたちを呼び出すプログラムを仕上げてくれるとは思わなかったよ。開発サイドにいるからこそできることだけどね。 ALO で歌姫として人気を集めたあんたがまさかこのゲームの開発に関わっているとは思わなかったわ。関わっているって言っても名前を貸しただけって感じで、実際にはこれといって何もさせてもらえてないのよ。まあでもそのおかげで高倍率のベータテストにみんなを招待できたわけだけど。私たちのアバターを引き継ぎしてくれたのもセブンちゃんなんだよね。すごいな、セブンちゃん。何をどうやったのか全然わからないけど。もっと褒めてもいいのよ。でも本人は研究が忙しくてゲームに参加できないなんて皮肉よね。そうなのよ、急な仕事が入っちゃったせいでね。結構引っ張りそうな仕事だけど、早く片付けてみんなと思いっきり遊んでやるわ。遅くても正式サービスまでには片付けて
グラウンドクエスト開始に間に合わせないと。グラウンドクエスト？正式サービスに合わせて用意される大型イベントクエストってやつね。今回の舞台アイングラウンドに合わせたストーリーが展開されるのよ。あ、これオフレコ情報だったかも。あんたね、うかつすぎでしょ。まあしばらくすれば公開される話だし、みんなのこと信頼してるから平気よ。でも他の人たちには漏らさないでね。ああ、了解。グラウンドクエストか、楽しみだな。それでゲームの方はどうかしら。みんなのことだから攻略最前線で暴れているんじゃない？最前線を突っ走っているわけじゃないけど、たっぷりと楽しんでいるよ。ゲームに馴染んできたせいで日に日にログアウトする時間が遅くなってるのよね。私がアイングラウンドに降り立つ日までみんなしっかり鍛えておきなさいよ。このゲームってクローズドベータテストなのに、珍しく本サービスへのデータ引き継ぎができるんだよな。ユーザーデータ管理のテストの一環なんですって。おかげでテスターの応募がむちゃくちゃな数だったそうよ。キャラを育てれば育てただけ正式サービスの時に有利になるわけだもんな。張り切りすぎてクエストとかやり尽くさないでよ。私もみんなと遊びたいんだから。注意しないと本当にコンプリートしちゃう人がいるからな。注意するよ。クエストといえば気になることが、あ、いや、でも言っていいのか。お？ちょっと何よ、言いかけてやめるのはずるい。プレミアちゃんのこと？セブンになら言ったって問題ないでしょ。そうだよな、ちゃんと話すよ。実は訳ありの NPC がいてさ、その NPC 本来あるべきキャラの設定が何もされていないんだ。ステンドキャリーライス、ガチガチ。 NPC の設定がされていない、どういうこと？ゆいちゃんが言うには NPC は通常性格や役割が設定されているらしいんだけど。それが全てデータのない初期状態ってことだったよね。ああ、設定が全部ヌルで名前すらないんだよ。それって本当に未設定ってことじゃない？なんでそんな NPC が稼働しちゃっているのかしら。考えられるとすればスタッフのミスとか？なくもないだろうけど、どうかしらね。なんでですか？うっかりミスというのはよくありそうな話ですけど。このゲームは SAO と同じカーディナルという機関プログラムで動いているの。カーディナルは人の手を必要としないよう設計されていて、エラーがあったとしても自己修復が行われるのよ。エラーを勝手に直しちゃうってことですか？そのはずなんだけど、実際にその NPC は設定のないまま動いちゃってるわけよね。となるとカーディナルがエラーとして認識していないってことか？どうなんだろう。何にせよ正常な NPC でないのは確かだし、運営が知ったら即刻削除されちゃうわよ。え？ちょっと待ってよ。削除、やっぱりそうなるよな。問題が起きてからじゃ遅いからね。どうする？私から運営に連絡しておいてもいいけど。そんな。それはあまりにもかわいそうだ。だからもうちょっと様子を見させてほしい。そんな感じ？え？しょうがないわね。優しいみんなに免じてこのことは他言しないでおいてあげる。はあ、ありがとうセブンちゃん。セブンだって優しいじゃないか。ちょっと知らなかったの？私は女神のような心の持ち主よ。とはいえ異常なキャラが動いてしまっているのは事実だし、おかしなことが起きないように注意してね。さてと、もっと話をしていたいけどそろそろ仕事に行かないと。今からお仕事なの？だってこっちはアメリカだもの。これから一日が始まるのよ。そっか、時差があるんだった。またいつでも連絡くれよな。ゲームで待ってるわよ。
仕事頑張ってね。セブンちゃん、またね。バイバイ。うん、それじゃあね。ダスピターニャ。セブンちゃん、忙しそうですね。急なお仕事って何なんだろう。やっぱこのゲームと関係しているのかな。そういえば飛び込んできた仕事が何なのか聞いてなかったな。もしかしたら私たちに協力できることがあるかもしれないし、今度聞いてみましょうか。そうですね。それにしてもプレミアちゃんが削除されるって聞いた時ドキッとしちゃった。運営側としては当然の話だよ。不具合である可能性が高いんだからな。このままおかしなことが起きないといいんだけど。なぜプレミアに設定がないのかが分かれば何か手を打つことができるかもしれないんだけどな。今は私たちで守ってあげましょう。そうね、やれることといったらそれくらいだものね。我看今天是没办法等级死了，了不起等级九。学到平行四方掌，而且好加在这个游戏有这个系统，角色的平均等级会随着你的等级提升。我的队友，干，不然每一只妈带出去练，啊练一练，到时候突然想换路给你换。いらっしゃい。強化するんだな。強化成功率31%、太夸张。進化させるんだな。強化するんだな。強化失敗後不再。队友都是正妹，越看越觉得自己边缘。阿蒂阿阿斯，那
不知道会不会爆，试试看。可是他妈强化的东西都一样啊。算了，完全看不出来到底他妈会不会出事，不敢升。いらっしゃい。強化するんだな。うまくいった。お、成功了。我太强了吧我。ありがとうな。我怎么这么强？太神了。
有看到奇异。这个吗？哦，干，原来是 NPC 啊！いらっしゃい。また来てね。哎，这就是奇异啊。どうも。他会给五个那个矿石。どうも。哦，特殊个人，他给五个矿石，还不错。アスナ、お待たせ。悪いな、付き合ってもらっちゃって。大丈夫だよ、期間限定クエストをどうしてもやりたいっていう君のためだもん。その代わり、私がやりたいクエストがあったら手伝ってもらうね。必ず付き合うよ、任せてくれ。さてと、クエスト期間終了まであと1時間くらいか。十分間に合うな。ああ、キリト君。ん、どうした？あのね、お客さんが来ているんだけど。お客さん？こんにちは。よう、プレミアか。ここにいたら訪ねてきたの。何も言わないんだけど、君のことを探していたんだと思う。俺を？ひょっとするとプレミアちゃん、自分のクエストをやってもらいたいのかも。けどそっちを手伝ったら、君が行きたかった期間限定クエストは完全に間に合わなくなっちゃうよね。期間限定クエストの報酬ってベータテスターだけがもらえるレアな装備アイテムなんだよな。アスナ、急な話で悪いんだけど。分かってるよ、期間限定クエストじゃなくてプレミアのクエストをやりたいでしょ。まあそうかな。ねえ、聞いていい？なんでプレミアちゃんのクエストを選んだの？それはせっかくこうして訪ねてきてくれたわけだし。君ってやっぱり変わってるね。そんなところが私は好きなんだけど。アスナ。もちろんオッケーだよ、一緒にクエストを手伝ってあげよう。プレミアちゃん、お待たせ。今日は私たち3人でお出かけしましょう。はい、わかりました。それじゃあよろしくね。ありがとう、アスナ。私だってプレミアちゃんを放っておきたくないもの。さあ行きましょうか。じゃあ君の行きたい場所へ案内するよ。はい、お願いします。ガー、我要准备北京、我要使用。ねえ、プレミアちゃんって今まで何回くらいこのクエストをやったんだろうね。プレミアの話題性とベータテスターの参加人数から考えて、だいたい100回くらいじゃないか。いや、 100！ それってかなりの回数だよね。正式サービスになったら桁が3つくらい変わるぞ。大変だね、あんなに体が細いのに。まあ実際 VR では肉体疲労はないんだけど、そもそも NPC に疲労のステータスがあるのかも謎だし。プレイヤーの場合、精神的な疲れはあるよね。あとお腹空いたりとか。プレミアちゃんってお腹空くのかな。腹が空くか。何？こっちをじーっと見て。いや、そういえば何も食べずに来たから俺の腹が空いちゃったなって。それにアスナと出かけるとつい弁当を期待しちゃうし。何よそれ、私のせいでお腹が空いたみたいじゃない。言いつつもちゃんとお弁当を
持ってきていたりして。おお、ナイスアスナ。それじゃクエストを終わらせる前にお弁当の時間にしよっかね。えプレミアちゃん。はい。お弁当を食べようと思うんだけど、どうかな。お腹空いてる？お腹ですか？空いています。それもかなり。え、本当に？空腹のステータスはあるのか？よくわかりませんが、美味しいものを食べたいという欲望だけは理解しています。そうか。まあ主張があるのはいいことだよ。うん。でも考えてみれば、プレミアが自分で金を払って食事ができるとも思えないしな。確かに。ならみんなでお弁当を食べよう。どこかの誰かさんが大食いだからいっぱいあるんだ。俺しかいないよな、この状況だと。みんなとは私も入っているのでしょうか？うん、もちろん。一緒に食べようね。それではいただきます。うん、うまい。本当？このゲームに来てから料理スキルを上げ直し中だから、スタンダードなサンドイッチしかないけど。いやいや、ここがバーサ。もう食べながら喋らないの。でも気に入ってもらえてよかった。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？おいしいです。あ、ほら真似しちゃったじゃない。俺？プレミアちゃん、お口に物が入っているときは喋っちゃダメよ。特に女の子なんだから。おいしいです。よかった。どんどん食べていいからね。はい、どんどん食べます。私の欲望が満たされていきます。喜んでくれてるみたいだから、よかったのかしら。プレミアにとっては初めての食事だったのかもな。それにしてもご飯はうまいし、空はスカッと晴れてて最高だな。今度ユイちゃんを連れてピクニックしようか。いいな、賛成だよ。ユイは俺に似てピクニックが大好きだからな。ピクニック？あ、もしかしてピクニック知らない？こうやって天気のいい日に外に出て草原なんかでお弁当を食べたりするんだよ。それがピクニック。ピクニック、今度みんなでちゃんとしたピクニックをしようよ。もちろんプレミアちゃんも一緒にね。はい、私も一緒です。ごちそうさま。私も食事を終了しました。とてもふわふわでした。お腹もふわふわになりました。お粗末様でした。なあ二人とも、ついでだからちょっと寄り道でもしていかないか？寄り道？プレミアもたまにはいつもと違う道を歩いてみたいかなって思ってさ。他の人と出かけるときはそんなことはしなかったか？はい、皆さんは真っ先に目的地を目指していましたので。だったらこれがプレミアにとって初体験ってことになるな。寄り道っていうのはいろんな発見があって面白いんだぜ。絶好の昼寝の場所を見つけたり、思いがけないレアアイテムを見つけたりするからでしょ。そうそう。って何か毒を含んでないか？わかりました、寄り道しましょう。よし決まり、あちこち見て回ろう。光が水面に反射して光っています。それは綺麗って言うんだよ。なるほど、太陽の光が水面に反射して光っています。つまり綺麗です。気に入ってくれたみたいだね。あ、
こっちに来て。綺麗なお花がたくさん咲いてるよ。二人とも楽しそうだな。よかった。よかった。谢谢。Eat my pokey。感谢感谢。なあ、もうちょっと進んでみようか。看得我都想睡了。OK。行こう、プレミアちゃん。どうしたの？何か面白いものでもあった？ああ、洞窟の入り口を見ているのか。へえ、あんなところに洞窟があったんだ。でもここはそんなに見どころのない洞窟でな。アイテムはすでに取り尽くされてる。もう探索済みなんだね。さすがというか、なんというか。しかしここに目をつけるとはなかなか悪くないぞ、プレミア。まったく、なんで嬉しそうかな。変なとこにないといいんだけど。変って失礼なこと言うなよ。これはプレミアの社会科見学なんだから。はいはい。よし、それじゃああの洞窟を探索だ。わー、洞窟厉害。二人とも、ここを滑るから気をつけてな。わかります。プレミアちゃん、大丈夫？もろにケツじゃなくて尻から落ちたな。ほら、捕まって。足が滑りました。気をつけて歩かないとは。洞窟ってこうして湿ったところも多いから。気をつけます。ほら、こっちの方は平らで湿ってないよ。なるほど、こっちなら安全です。でも本当、この洞窟って何にもない。なんで転んだの？そのあたりは転ぶ要素ゼロだろう。足を滑らせる罠があったようです。まあそういうことにしておこう。もう転ばないように気をつけてな。といってもそこを曲がったら行き止まりで、光だけっていう食材アイテムがあるだけだけど。じゃあこの洞窟の探索はここでゴールだね。って、あれ、まだ先に続いているみたいだけど。あ、そんなはず。本当だ、道ができてる。場所を間違えてるとかじゃなくて？いや、間違えてないよ。さっきの滑る足場だってしっかり覚えてる。なんでマップが変わっているんだ？ねえ見て、壁がスライドしてこの通路が見えるようになったみたい。何かしらの条件が満たされて隠し通路が開いたとか、そういうこと？何かの条件って、もしかしてプレミアがこけた時に何かスイッチを押したとか？もう、あんまりいじめないの。いや、割と本気だったんだけど、それは考えすぎだったか。先に進めばわかるかもしれない。行ってみよう。わ、剧情好長哦。これでいける。スイッチ、スイッチ、今よ。一緒に行くよ。今よ。スイッチ、行くぞ。ソーダスキルよろしく。いいよ。最高だ。これで決める。なに、どうやらここで行き止まりだな。あ、あそこ見て。石？祀られているように見えるの。なんだろう、
イベントが起きそうな雰囲気だけど。なめねろ、ガチガチ。なんだ、プレミア、どうした？見て、石が光ってる。これはプレミアちゃんに反応しているの？わからない。石を渡してみよう。これが本当のプレミアのクエストなんだ。こんな何もない洞窟にプレミアちゃんのクエストがあったなんて。目的なく歩き回ってこの洞窟にヒントなく入るなんて誰もたどり着けたもんじゃないぞ。そうだね、君の優しさがあったから見つけられたんだよ。そんなことないよ。アスナもプレミアのクエストをやることにオッケーしてくれたからさ。君のおかげだよ。いや、アスナさ。キリト君。アスナ。キリト君。すみません、お忙しいですか？ごめん。何かな。これ、私が預かっていいのでしょうか？なあ、多分君にゆかりのあるものだから持ってていいと思うよ。わかりました、持ってます。やっぱりクエストのキーアイテムっぽいね。ねえ、このクエストって今の石を取って終わりじゃないよね？そうだな、これで終わりじゃなく、むしろこれから始まるんだ。プレミアの本当のクエスト？ああ、状況からして間違いないだろうな。洞窟の隠し部屋と光る石ね。今までのイチコロをもらうものとは全然違う内容ですね。この情報って他では聞いたことないわよね。でもそうなると今までのクエストって何だったんだろう？それはユイが調べてくれたよ。はい、今までプレミアさんに発生していたクエストはダミークエストです。ダミークエスト？クエストが発生する NPC はクエストデータに参照するための番号を所持しています。ですがプレミアさんは設定が全て初期状態、ヌルで埋められていました。ヌルはスーツとして置き換えられるとゼロとして扱われます。そのためずっとゼロ番のクエストを呼び続けていたんです。そのゼロ番のクエストっていうのがイチコロをもらうというクエストだったんだよ。あのクエストの内容から制作者が仮で作成したクエストだろうと推測されます。ゲームを作るときって細部を詰める前にひとまず仮データを入れておくことがよくあるんだよ。それでダミークエストですか。なるほど。ですがプレミアさんが本来のクエストポイントに行ったことで参照番号が上書きされたんです。簡単に言うと脱線していたクエストが本筋に戻ったということですね。すっごい偶然だよね。何のヒントもないのに本来のクエストの場所を見つけるなんて。腹ペコの人がお弁当を食べたいって言い出したことでクエスト発見につながったっていうのがあれだけど。まあ結果オーライ。それでプレミアちゃんの本当のクエストってどんなものなの？それはまだどんなものかよく分かっていなくて。あくまで正常に動いたのはクエストだけでプレミアは今まで通りだからさ。今のところ手がかりは光る石だけなの。そうなると次のクエストを探し出すのが大変そうだね。
問題ねえって。ヒントがやたら出まくるゲームより楽しめるじゃねえか。光る石か。まずはそれに関連してそうな言い伝えなんかを調べてみるのが鉄板だな。よし、その本当のクエってのをクリアしてあげようぜ。賛成。もしかしたらプレミアちゃんがどこの誰なのかわかるかもしれないよね。キャラ的に酒場の看板娘って線はなさそうね。意外と優秀な女性衛兵長とか。このアイングラウンドのお姫様だったり。こうやって予想を立てながら話を進めていくのって楽しいわよね。進めよプレミ。あ、攻略開始だ。好长的对话任务，好久，讲了应该半个小时有了。好的，我觉得应该关台了，真的是完全预想之外的超级长。而且这个游戏的好处就是我他妈的可以自己练功。就不会有人哭腰打一只猪打一个小时，干打一只猪打一个小时，关你屁事！可恶！可恶！今天就先到这边了，让大家看看我们星爆气流斩的日子越来越近了。我会努力让自己拥有星爆气流斩。那 Kirito 的脸下面带大家结束吧。好，那就这样，感谢各位观看，再见。